両選手はプレレキ戦略をご紹介いたします。赤コーナー小井口健、横浜光事務所属、1996年4月生まれ、神奈川県横浜市旭区出身、デビュー2017年11月、戦績12戦6勝5敗1引き分け、6勝のうち5勝がノックアウト勝ちです。青コーナー宮本和明、一力事務所属、1993年8月生まれ、兵庫県赤穂市出身、デビュー2016年7月、戦績13戦7勝6敗7勝のうち6勝がノックアウト勝ちです。ただいまの試合はレフェリー染谷道明ストップによりまして、テクニカルノックアウトでございます。ただいまのテクニカルノックアウトタイム。